いよいよここから私の坊主事件の真相に触れていきましょう。ここからか、そうか。今からちょうど10年前になる2013年の1月、当時私が20歳の時に皆さんご存知のあの事件が起こります。次のページ、週刊誌で例のスキャンダルが報じられます。これはそうだよな、はい、ちょうど成人式が終わる頃、本当にこう1月の終わりの頃でした。週刊誌にスキャンダル報道が出たのです。スキャンダルが出るとグループを辞めるメンバーがほとんどでしたが、私は心の底からこう思いました。次のページ、絶対に AKB48 を辞めたくない。はい、まあ、身勝手な思いではありますが、やはり13歳から頑張ってきた AKB48 をこんな形で辞めたくはない、 AKB48 のメンバーじゃない自分には価値がないのではないかという思いから、 AKB48 を絶対に辞めたくないと思いました。そして週刊誌の報道が出た日の夕方にこんな行動に出ました。それが次のページです。坊主頭で号泣謝罪。はいはい、精神的に追い詰められてというふうに思ってる方もいると思うんですが、自分で頭を剃りました。はい、週刊誌の報道が出た日の夕方にこんな行動に出ました。それが次のページです。坊主頭で号泣謝罪。はいはい、はい、こちらの動画はたった2日で750万回再生されました。国内でも社会問題となり、連日ワイドショーを賑わせました。まあ、でも当時私は自分がどういうふうに言われてたかっていうのを知らなくて、やっぱりあの誰かが何か私のことに対して触れていると思うテレビは見ないようにしていましたし、ネットも遮断していたので、私はその時自分がどういうふうに報じられていたのかを今でもちょっと正直知らないでいます。宇垣さんは当時どんなふうに思って見ていましたか？いや、 やっぱりその、まあ、同じ女性としてあまりにもかわいそうって思ってましたし、うん、20歳なんて子供ですよ。なので、はい、こんな子供がこんなことをしなきゃいけない世界、つらって思いながら見てました。そうですよね、本当に痛々しかったです。そうですよね、うん、やっぱりこう世間から見たらすごいひどい映像というかショックな映像だったと思うんですけど、私は世間がそういう反応をするとは正直思ってなかったんですよね。当時結構私が焦ってというかちょっと気がおかしくなってわーっていう行動に出てしまったと思われている方もいると思うんですけど、私は至って冷静に自分で頭を剃りました。相談とかしなかったですか、誰にも？相談はしなかったですね。でも両親には電話でそういうことにするということを告げて、自分の意思で、頭を剃りました。なこちゃんはどう思いましたか？でも私本当まだグループに入る前だったので、小学校でね、あの動画見たみたいな話題になってて、当時本当にもうずっとファンだったので、なんかそこまでしなきゃいけないのっていう気持ちで見てはいましたね。そうですよね、そういうふうにこう思わせたかったわけじゃなかったっていうのが正直なところで、そんなにしなくていいのにみたいな、すぐ明るい方向な風に持っていけるのかなって、正直ちょっと自分の甘えなんですけど、そういう思いがあったので、あんなにたくさんの人を泣かせてしまったり悲しませたりショッキングな出来事として報道されたりっていうのは正直想定外の出来事でした。精神的に追い詰められてとかっていう風に思ってる方もいると思うんですが、そういうことではなく冷静にちょっと自分がちょっと見誤っていたというか、自分がバカだったなっていう風に思います。なのでその後すぐに顔を合わせた高見菜や小千春などが本当に泣きながらすごく驚いてる姿を見て、あ、私はとんでもないことをしてしまったのかもしれないという風に、その時に初めて自分のやったことの重大さに気づいた、そんな感じでした。はい、この騒動で私が最も、まあ、悲しませてしまったのが家族でした。当時しばらく、身を隠すために実家に戻ったのですが、実際に私の頭を見た時の母親の行動が次のページです。泣きながらただただ抱きしめてくれました。そうですね、なんかきっと良心的にもかける言葉がなかった、そんな感じでしたね。そしてお姉ちゃんは私が寝ている枕元にそっと新品の帽子を置いて励ましてくれました。
澤部さんはもし娘さんがこんなことになってしまったらどう思いますか？今考えてましたけど、はい、ちょっと想像つかないですね。なんかお揃いだなとはならないですか？お揃いだねとはならない？お揃いだねなんて言えるかな俺それで傷ついちゃわないかなとか考えちゃうかもしれない。うん、ただ抱きしめるっていうのしかできないのかな。うん、きっと両親もそうだったんだろうなっていうふうに思いますね。はい、本当にメンバーや家族には大きな迷惑をかけてしまったなと思います。しかし本当の地獄はここから始まりました。自分の中では坊主頭で謝罪したことで、まあ、一つ気持ちに整理がついたと思っていたのですが、周囲は違いました。何が起こったのかというと、次のページ。この動画の続きはアベマで。最新作は無料。さらにアベマプレミアムに入ると過去の作品も見放題。まずはこちらをクリック。